are in Nanao today. Nice place. It's very quiet. It's a nice little boat. Anyway, I'm enjoying the sights. Nanao.若い方もいらっしゃいました。将来が楽しみです。続いては七尾マダラ能登の岬を伝承会愛好会マダラ会の女性のみ13名の踊りでご覧いただきます。ではお願いいたします。
Why does she want to do this kind of traditional Japanese dancing? Why do you want to do this kind of traditional Japanese dancing?Nanao の出身ですか？はい、そう。そう、ずっとここ。わあ、すごい、すごい。あ、じゃあ、わ、私、例えば私はその踊る習いたいとき、どこに習えますか？なんか本当に今いる方とかにお声かけていただいたらいつでも始めれる。I can ask them, right? Is she the, like the youngest in the whole group? She looks to be the youngest. そうです。Yes? はい。何歳ですか？今は19歳です。19歳です。20歳になります。わー、かすみ。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にすごい、すごい。I don't know.
です。アメリカです。ダディ大森さんの温度で七尾まだら温度でした。どうもありがとうございました。まだらでつながりました令和5年の和踊りが終わりました。皆様ありがとうございました。すごい詳しいですね。ゆるりゆるりと最近の文化交流But what did you learn, honey? It's a long story. Arigato. Arigato gozaimasu. Dakara Nagano gong ga Taiheiyou gawa no yori ka sakai totta teki sono kanemuchi ga oga mandara ni no mani ka kakechai mashita. Daibasu ga okatta teki sono. Dakara Ishikawa ken dewa zenni ya gohei toka no otashi no shite iru uchi ni tokoro ga wa odori no taireki ga jojo ni 出来上がってまいりました。静岡からあの江戸へ、その当時の船は30国船か、あの100カ国船もあったかどうか、小さいの、うん、そしてあのゼニア五兵が出てきて、ゼニア五兵ではなくて誰だと思います。あの江戸へ大阪からあるいは静岡からお米を運んだ歴史があるでしょ。あれ江戸時代、うん、あの時に船がその船が、あの100国船が300国船に大きく初めて前へ進むことになる。そうすると日本海側よりか太平洋側の方が栄えです。船が小さい間はこの日本海側は案外と波静かな。七尾湾でもあの冬へというのは鏡のように静かな時なんでしょ。そういう具合に普通やったら冬やったら日本海が荒れてこんなになったと思うけど、実際は日本海側の空は曇天の曇りやけども日本海側の波静かだから小さな船でも交易ができてる。だから財閥は金持ちは日本海側におった江戸時代です。だから江戸時代の後半になって初めて、うんうん、あの表田はもちろん七尾まだら少しずつ違っておるけども、たくさん例えば加賀の方には橋立て湖大将軍の橋立て湖ね、あんなどこにもまだらはあるし、それから門前あの和島。さあそれでは、ま、でも令和5年の青森スタートでございます。でもまだらやマンダーラや、はい、本当にありがとうございました。説明したありがとう